コスコチャンネル。どうもコスコです。今日は2022年の買ってよかったおすすめ商品を紹介したいと思います。今回はですね、コストコの商品ではないんです。日々コストコの商品に囲まれて生活している私がコストコ以外で買ったもので、ああ買ってよかったなと思ったものを紹介したいと思います。今回紹介する商品の詳しい情報は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる商品がありましたらそちらも合わせてチェックしてみてください。それではどうぞ。551蓬莱セール550円です。大阪の撮影の帰りにですね、お土産で有名な551蓬莱の肉まんを買った時に、その一緒に並んでいた肉まん用のセールです。デザインが可愛いですよね。ここにロゴが入っております。肉まん1個をレンジで温められるコンパクトサイズになっております。チルドとか冷凍の肉まんを温めて食べるのに使うものなんですけど、これがなんと冷凍したディナーロールを温めるのにぴったりなんですよ。使い方は簡単です。この蒸し器にお水をちょっとだけ入れて、冷凍庫から出したてのディナーロールを1個入れて、電子レンジ500ワットで1分加熱するだけなんです。それだけでふっかふかでもっちもちのディナーロールになるんですよ。せっかくなんでね、ちょっとやってみたいと思います。はいはいはい、やってまいりました。はい、冷凍庫から出したばかりのディナーロールですね。まだカチカチです。そのままじゃもちろん食べることはできません。蒸し器にお水をちょっとだけ入れます。大さじ1杯分ぐらいかな、ちょっとで大丈夫です。こちらにディナーロールを1個入れて蓋をします。このね、サイズ感もすごい絶妙じゃないですか。ディナーロール用かなっていう感じです。こちらを電子レンジにかけます。はい、電子レンジで1分温めてきました。蓋を開けますね。せーの、わーんと、はい、こんな感じです。わかるかな、このふわふわ加減。ふわ、柔らか、ふわふわ、もちもち、めっちゃいい香り、美味しそうです。これがね、本当にちょうどいいんです。冷めても固くならないし、水蒸気で表面がびちゃびちゃになってるわけでもなくて、あとすぐに手に取っても熱すぎない、この理想的な解凍調理なんですよ。完璧、本当に最高です。ディナーロールってね、失敗したらなんかカッチカチになって美味しくなくなったりするじゃないですか。これはね、中までしっかり水分が行き渡って本当にちょうどいいんですよ。もともとね、私はディナーロールはトースト派なんですけど、そんな私でも最近はずっとこれで食べております。買いたてのディナーロールをそのまま食べるよりもね、断然美味しいと思ってます。もう私の中ではむしろ肉まん用じゃなくてコストコのディナーロール用なんじゃないかと思うぐらい活用しております。貝印セレクト100、スライサー1650円、おろし器1760円です。はい、まずはこちらですね。野菜を手軽にスライスすることができるスライサーです。もともとね、切れ味に定評があると言われているあの貝印のピーラーをずっと使ってるんですけど、スライサーも同じぐらい切れ味が抜群なんですよ。本当に気持ちがいい、スルスルとした使い心地で、もうどん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 いろんなものをスライスしたくなってしまいます。こちらの特徴は裏ですね。裏のこの部分にですね、スライスの厚みを調整することができるつまみがあって、これで自由に厚みを調整することができます。薄くしたり厚くしたりすることもできて、で完全に刃をしまうこともできるんですよ。一番上にすると0ミリといってですね、こう触っても刃が出てこないので、このまま収納することもできます。安全です。もう一つ、同じメーカーさんのおろし器もあって、これもめちゃめちゃ使い勝手がいいんですけど、これについてくるこの受け皿がいいんですよ。このスライサーも受け皿に実はガチッとはまるんです。だから一緒に使うことができるんですよ。しかもね、これちゃんと滑り止めがついてるから使う時に安定するんですよ。初めて見た時はちょっと大きくて場所を取っちゃうかなって思ったんですけど、実際に使ってみると、もうなんで早く買わなかったんだっていうぐらい本当に楽なんです。素早く綺麗に一定の厚みでカットできるっていう便利さにもう本当に感動しました。トリガーポイント、グリッドフォームローラー3479円です。今年の私のテーマは筋膜リリースだったんです。運動は嫌いなんですけど、動かなすぎて首こりとか肩こりがひどいんですよ。このコロコロを使うことで体中の筋膜を動かして柔軟性を高めることで、体のコリとか、あのケアしたいリンパの流れとかを整えたり、姿勢を整えたりすることができるということで取り入れてみたんです。運動するとなるとね、それなりの時間とか手間とかやる気とかが必要なんですけど、このコロコロだった
ったら、ちょっとした空き時間とかテレビを見る時とかにね、気軽に使うことができます。ただね、初めめちゃめちゃ痛いんですよ。もうびっくりするぐらい、もうどこもかしこもガッチガチで、毎回泣きたくなっちゃうぐらい痛いんです。でもちょっと慣れると、あ、痛気持ちいいかなぐらいになってくるんです。本当にちょっとずつ。私はね、やっぱり背中に効果がありました。いつもね、背中はこう丸まっちゃうんですよね。だけどそれをこのコロコロすることによってすっきり伸ばしてくれて、背中が伸びると呼吸が深くなった気がするんですよ。まだまだね、痛いとこたくさんありますでもね、少しずつ柔らかくなるようにぼちぼち続けております。シンプルヒューマンソープディスペンサー12,980円です。はい、こちらはですね、キッチンで利用しているソープディスペンサーです。手を近づけるだけで必要な分の洗剤がピュッと出てくるから、洗剤のボトルとかポンプに全然触る必要がなく洗剤を出して使うことができるんですよ。これね、めっちゃ便利なんです。本当にちょっとしたことなんですけど、それだけでね、洗い物がめちゃめちゃはかどるんです。ちなみに初めに使ってたのはこちらです。はい、こちらがですね、私が初めて使ったソープディスペンサー、ニトリで買ったやつですね。これを初めて使ってね、ソープディスペンサーってなんて便利なんだって感動したんですよ。でもね、これをしばらく使ってるとちょこちょこ気になることが出てきたんですよ。たまに感度が悪くなって出てこなかったりとか、洗剤がね、この先っぽに詰まったりとか、あとこれ電池式なんですよ。ここに電池が入ってるから丸洗いができないんですよ。だからお手入れに気を使ってたんです。それで見つけたのがこちらです。お値段がなんと12,980円いやいや、ありえんやろ、高いわって思ったんですよ。ニトリが確かね、2000円ぐらいだったんです。ニトリの6倍ですよ、たかが石鹸でびっくりするよね。だけどこれはね、めっちゃいいんですよ。やっぱり高いだけのことはあります。今までこちらで感じていたストレスが全部なくなりました。まず特徴はセンサーの感度、めちゃめちゃいいんです。すごいキビキビ動いて、洗剤の使用量とかもね、手をかざす位置で量を調整することができるんですよ。粘度が高いねっとりした洗剤でも全然液だれがしないし、一切詰まりません。あとこちら充電式なんですね。ここにマグネット式のコネクターがついていて、1回充電したら3ヶ月使うことができます。だから電池が入ってなくて防水なので、汚れてもこちらは丸洗いすることができます。耐久性もね、定評があるみたいなので、このままこの状態で使い続けることができればとっても満足です。見た目もかっこよくてね、とっても気に入っています。日本直販紀州南高梅はちみつ梅干し 500g 1980円です。うちの近所にですね、何を食べてもめちゃめちゃ美味しい行きつけの居酒屋さんがありまして、そのメニューの中に一粒250円で注文できる紀州南高梅があったんですよ。それがね、めっちゃ美味しくて、まあ、あまりにも美味しすぎて、私が死ぬ前に食べたいものはこれかもしれないと大将に言ったんですよ。そしたらなんとその正体をあっさり教えてもらいました。もうね、びっくりした。そのお店本当にね、いろいろこだわってるんです。だからその梅干しもなかなか手に入れられない幻のやつとか、なんか人間国宝みたいな人が作ったやつかとね、そういうのを想像してたのに、なんと普通に通販で買えるものだったんですよもうびっくりしちゃった。だからね、もうすぐに注文して、今は我が家の常備菜となっております。肉厚でね、皮が柔らかくて、甘すぎないしょっぱすぎないっていう、その絶妙な味加減が最高に美味しいんです。お酒と一緒にちびちび食べたいし、もちろんね、ご飯との相性も抜群なんですよ。ただこの梅干しを至高の梅干しだと思ってるのは、多分ね、我が家では私だけなんですそれくらいね、梅干しって好みが分かれると思うんですけど、やっぱり私はこれを白ご飯と一緒にして最後の晩餐にしたいと思っています。それくらいね、すごい気に入ってる。アトリエトキキベラ、はい、こちらはですね、家族旅行で大分県の湯布院に行った時に、森の中にある小さなアトリエで見つけた手作りのキベラです。めちゃめちゃ気に入ってます。キベラでありつつも、この先端がね、めちゃめちゃ薄くてしなやかなんですよ。すごくないですか、この薄さ。手作りですよ。木でできてるのに、フライパンの底とか鍋の内側にピタッと沿うんです。
木べらなんだけどしゃもじとかフライ返しの代わりにも使うことができます。結構ね使い込んでるんですけど傷もつかなくて汚れもつかなくてすごい丈夫なんですよ。あと手触りがねめっちゃいいんです。この握った時の手のひらと一体になったみたいなこの感じ、これがね使ってて気持ちがいいんですよ。この木目もすごく綺麗でとっても気に入っています。調べてみたんですけどこちら通販とかはやってないみたいなんですよ。概要欄の方にリンクを載せておきますので、もし大分県の湯布院に行かれる機会がありましたらそちらも一緒に覗いてみてください。他にもね素敵な商品たくさんあります。カジドンヤパスタメジャー1100円です。はい、これが何かと言いますと名前の通りパスタの量を測るためのメジャーです。用途としては大変地味ではありますが使ってみたらこれがまあ便利なんです。こういったパスタを調理するときにどれくらいの量を使うか量を測りますよね。こちらの隙間の部分にパスタを入れて、あとはここのメモリに合わせてですね1人前の分量から簡単に測ることができます。今まではこういった穴が開いたタイプのねパスタメジャーを使ってました。こんな感じで使ってて、なんかねちょっと使いづらさを感じてたんですよ、折れたりとかね。だけどこちらは上から下ろすだけでサクッと量を測ることができて、しかもお湯が沸くまでのパスタの一時置きとして使うこともできます。これはパスタに限らず例えばうどんとかあの乾麺のお蕎麦とかですね、そういったものでも使うことができます。コンパクトなサイズなので基本的にはもうキッチンに置きっぱなしなんですよ。パスタ料理じゃない時もキッチンに置いていて、その時は菜箸置きとかに使っております。こうやって横にしてこういったカトラリーをですねこういう風に置いて使っております。デザインもシンプルなので出しっぱなしでも全然気にならないんです。アルボディーフマッサージガン5999円です。はい、こちらはですねさっき紹介したこちらのコロコロと一緒に使っております。先端部分が振動することで筋肉とか筋膜のこわばりをほぐすことができるんです。だから私はマッサージ用というよりは筋膜リリース用という感じで使っております。コロコロしにくい部分があるんですよ。例えばこの胸骨あたりとか、あとリンパが詰まってるところをピンポイントでほぐすのにこういうのを使うんですよ。こちらの底のところにですねスイッチがついております。ここを長押しすることで電源が入ります。先端がね振動するんですよ。充電式になってるからコードレスで使うことができます。こう何回か押すと強さというか速さを変えることができます。結構強いんですよね。私はね肩こりがひどいから結構ここをマッサージするんですよ。すんごい痛くて、おー痛いんですよ。めっちゃ痛いんだけど、これもなんかずっとマッサージしてるとほぐれてくるらしい。こういうのって重いの多いんですけどサイズがコンパクトだからすごい使いやすいし軽いんですよね。だから本当に気軽に使うことができてめっちゃ便利。ただちっちゃいからねよくなくなります。ベッドの隅っこのところになったりとかするから、それだけあのちょっと困ってるぐらいで、もうそれ以外はね本当に言うことないですね。気持ちいいからね毎日お風呂上がりとか寝る前とかに使ってます。足とか、まあ、肩周り背中とかですかね、まあ、手が届かないところもたくさんあるんですけど、そういうのはねこっちでケアしてるという感じですね。こういったマッサージ器具はね買っても使わなくなっちゃうことが結構多いんですよね。だけどこちらに関しては買ってからほぼ毎日使ってるので、これはね本当に買ってよかったと思っています。ピープルツリーバード鍋つかみ1485円です。鳥のデザインが好きなんですよ。だから我が家にはいろんな鳥モチーフのものがあります。これもですねとっても可愛くて買いました。南アジアの民族衣装サリーの生地で作られているハンドメイドの鍋つかみなんだそうです。めっちゃ可愛くない？ほらこんな感じです。ちょっと独特なんですよね。ハンドメイドで作られてまして、鳥さんの目はボタンになっております。全体的にステッチが入っててふかふかした手触りになっております。肝心の鍋つかみはこの体の部分ですね、体の部分に挟むことで熱くなったところでも安全につかめるということです。うちはですねこういったスキレットとか鋳鉄製の鍋とかが多いので、こういうのはねいくつあっても便利なんです。ミトンではないので手のサイズとかは関係なくね誰でも使うことができます。使わないときはですねここに挟んで置いておいたりとか、あと尻尾のところがこう紐になっているので引っ掛けることもできます。あんま説明することないな、これに関しては。ただただ可愛いというそれだけの紹介になってしまった
ただね、あのコストコで買ったストーブのこちらの蓋に関してはですね、うちにはこれがあるんですよ。これも長年愛用している蓋モッチというストーブ専用の鍋つかみなんですよね。だからこれはこのように使うことができてね、触らずにね、熱くならずに、しかも立てて置いておくことができます。だからストーブに関してはこっちを使っていることが多いんですけど、それ以外はもうこちらで対応しているという感じですね。タブホワイト洗いおけ23リットル2647円です。はい、とってもシンプルな洗いおけです。主にオキシ漬け用として利用しております。オキシクリーン専用という感じですね。バケツじゃちょっと小さいけど、お風呂の浴槽じゃちょっと大きすぎるのよねという時に、このサイズがちょうどいいんですよ。厚手のバスタオルとかシーツとかも気軽につけることができます。これが来たおかげでオキシクリーンがより活躍するようになりました。これのいいところはですね、簡単に畳めるということなんです。使った後ね、こうやって簡単に畳むことができるので、だから洗濯機をこの隙間とかに収納することができるからね、この大きさなのにかさばらないんですよ。見た目よりもとっても軽くて扱いやすいというところも気に入っています。このね、底の部分に排水口があるんです。だから水を入れてめっちゃ重くなっても全然大丈夫です。使い勝手がとっても良くてですね、このシンプルなデザインも気に入っています。オキシクリーンを使っている方はね、これ本当に便利なのでおすすめです。加藤コーヒーコーヒー豆福袋 1.5kg 入り3456円です。はい、こちらはですね、最近我が家でよくリピートしているコーヒー豆のお店です。楽天市場で見つけたコーヒー屋さんになります。うちはね、コーヒーを毎日たくさん飲むから、美味しさと価格、そして手に入れやすさがね、とっても重要なんですよ。今まではコストコでカークランドのハウスブレンドをずっとリピートしていたんですけど、一時期ね、なかなか手に入らなかった時期があったんですよ。だからその時にいろんなお店のコーヒーを試して見つけたのがこちら、加藤コーヒーのコーヒーです。さすがにね、カークランドのコーヒーほど安くはないんですけど、価格は安いのに、この値段でと驚くぐらいめちゃめちゃ美味しくて、コスパがとてもいいと思っています。種類もとても豊富なんですよ。スペシャリティコーヒーからブレンドまで、本当に様々なコーヒー豆が取り扱ってあって、中でも私がお気に入りなのがこちらの椿ブレンドです。ちょっと深入り寄りで、朝から晩までいつ飲んでもとっても美味しいんです。でね、こちら注文したらね、めっちゃ早いんですよ、届くのが。注文したらね、多分2日経たないぐらいでもうすぐ届きます。だけどその作り置いた感はなくて、いつでもなんかね、豆が新鮮な感じでとっても美味しいんです。価格もたくさん買えば買うほど安くなるんですけど、私はいつもですね、こういった感じで 500g の3つセットみたいな感じでまとめ買いをしております。今回はまたいろいろ買いましたよ。秋風のバラードとか、名前はちょっとふざけてんじゃないっていうのもね、たくさんあるんですよ。だけど美味しい、味もとっても美味しい、香りもいい、すごいね、満足度が高いコーヒーなんです。はい、というわけで今回は2022年の買ってよかったおすすめ商品を紹介させていただきました。いろいろねありましたが、私の一押しはやっぱりこれなんです。551蓬莱のセイド。大阪に行かないと買えないというね、デメリットはありますが、通販とかもやってんのかな、ちょっとよくわかんないけど、これねすごいいいので、気になった方は試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録もよろしくお願いします。